テロ対策が叫ばれる中、東京オリンピックから顔認証システムが導入されます。どんなに内装よく笑顔で入っても、登録がないとストップになってしまいます。NEC は2020年東京オリンピック・パラリンピックで AI 技術を使った顔認証システムをオリンピック史上初めて導入すると発表しました。ID カードを作る際、顔を事前登録しておけば 会場の出入り口で自動的に消合できテロ対策だけでなく入場時間の短縮や暑さ対策にもつながるとしています対象になるのは選手やスタッフなどおよそ30万人で観客には適用されません